みなさんこんにちは、キワです。今回は Let's Enroll Tennis School 八王子西からお伝えしていきます。安藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。発音いいね、やっぱり。ありがとうございます。発音いいね。今回はですね、初の現役女子選手が登場します、はい。今まで男子プロが何人か来ていただいていろいろやったんですけれども、まあ女性ゲストということで、今日はあの女性の視聴者の方必見です。スタテニーは女性の味方です。はい、頑張っていきましょう。はい、尾崎梨紗プロです。よろしくお願いします。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 来ました、尾崎プロです。よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、尾崎プロはですね、四大グランドスラム本戦全出場なんですよね。そして全米オープンでは1回戦突破ということで、今日はあの女性ならではの目線でいろいろ答えてもらいたいと思うんですけれども、はい、緊張してますか？緊張してます。試合より緊張するかもしれない。なんかあのいろいろとね、はい、いろいろな YouTube を見られてる方いると思うんですけれども、まあ、尾崎選手はやはり若い、そして強い、そしてこのルックスがあるので、まあ、女性ファンの方もね、あの今後とも応援をしていただきたいと思うんですけれども。まあ我々の出会いって何ですかね。え、なんだろう、何ですかね。僕覚えてるのは、カナダの試合でちょっとお会いして、その頃ウェアの契約先が一緒で。あ、そうだ。そうなんです。 そこで、あれ尾崎さんですよねって声かけたのが初めてです。あ、結構前です。もう5、6年前かな。そうですね、6年ぐらい前です、ね、そこでテニスを初めてプレーを見て優勝したんじゃないかな、そこで。ああ、そうかもしれないです。はい、でこの選手すごい上手いなと思って、そこからもうすごい記憶にあります。 ありがとうございます。なので今日はその実力を発揮してもらいますよ。頑張ります。ちょっとプレッシャーが。ということで今日は尾崎流フォアハンドです。よろしくお願いします。お願いします。やはり、まあ、グリップですかね。最初は持ち方をちょっと教えてください。持ち方どうですか。私よく分かんない。結構厚い感じですかね。上からこうやって持つ感じ。はい、そうですね。普通のグリップですか。上から結構やっぱ多いんですね、今時の選手っていうのは。そうですね、結構僕は結構古い、あの昭和の人間なんで結構薄いんですけど、まあ、男子プロも結構上からこういう風に握ってる方は結構いて、やっぱりこの、まあ、グリップだとスピンがかかるっていうので、まあ、これがやっぱ一番いいんですかね。そうですね。ちょっとじゃあ、あ、後ろも人差し指が少し空いてるぐらい。あ、本当だ。まあ、よくねこういうグリップの方はこうやってこういうグリップが多いんですよ。やっぱりここ離さない、こうやって。なんで少し離れてるんですね、やっぱり。そうですね、なんか無意識に離れてる。ただあんまり意識したことはない。そう、あんまり意識したことないんで。ちょっとジュニア時代からあんま変えたことはない。あ、なんかたまに薄くしたりとか勝手にちょっとしてたんで、結局はここに落ち着いたって感じ。はい、落ち着きました。なるほど。じゃあちょっとあのいろいろ聞く前に、はい、打ってもらいましょうか。あ、はい、わかりました。じゃあお願いします。 We are Japan's number one tennis channel, Star Tennis Academy。打ち方が男子選手っぽいよね。ラスト。打ち方は、はい、女子の選手って基本少しこういう風にグリップが厚いとラケットがこう後ろに来るじゃないですか、はい、でこれが今見てると、まあ、僕もここでラケットセットアップ終わるんですけど、ここにちゃんと収まってるんですよね。そこからボールを打ってるんで、打ち方としては男子プロっぽい。あんまりこういうふうに頭の上からこう回してくるタイプじゃないんですよね。そうですね。ここは何か意識してることはありますか。意識してることはとにかく自分の体の右側に置くこと。ラケットを、はい、まず右側に置いて、まあ、こうするとパワーは出るんですけど、はい、やっぱり安定性とかがちょっと足りない、はい、難しくなるかなと思って、まあ、右側にセットして。右側にセット。でもこのままだとパワーが出ないので、しっかり腰のひねりを入れる。入れる、はい、今後ろから見てると結構この辺意識してきたのかなっていう動きを結構この辺は。そうですね、もう
お尻の力を使っていくっていう、そこは後ろから見てて分かりました。トレーニングでもひたすらこういうやりますね、やっぱりトレーニングとかしてました。そこから回し、体を回してインパクトで加速していく、動きとしては結構シンプルですよね。そうですね、あんまり複雑にしてもやっぱり試合だと、ね、緊張するともっとブレちゃうし、なるべくシンプルにしたいとか。なるほど。下からこうやってスイングの方向っていうのは下からこうやって上、それともほぼ前？上でも前、その中間ぐらい。中間ぐらい、はい、同じ、まあ、前に行く力とスピンを両方かけるっていう意味で、はい、そんなにこうこねてる感じはしないですけど、はい、ここはあんまりこうなんていうんですか、リラックスしてあとは回転して回っていくっていうイメージ。そうですね、あの私、まあ、そう自然とそうなってるんですけど、なんていうか結構力んじゃう人多いと思うんですけど、うんうん、そうすると、まあ、こうなんていうか手首で返すっていう、手首でそう無理やり返しちゃう人が結構多くて、私が練習の時に意識しているのはもう本当にこうダランダランほとんど握ってないぐらいにして、インパクトの瞬間だけちょっとグッて入れるぐらいにすると自然とヘッドが回ってくれるので、結構練習、試合の時はなかなか難しいんですけど。じゃあここはあれですね、じゃああんまりこう持ちすぎてもダメだし、はい、結構こう 触るというか、あじゃあテイクバックの時は力が入ってない状態を作って、はい、ここで少しこう入れるっていうイメージ、はい、そうですね。ここでねやっぱり力が入っちゃうとこの辺がスイングができないということで、じゃあここの構えの時はリラックス、はい、でインパクトで加速していくっていう。なるほどなるほど。視聴者の方はですね、結構このテイクバックがどこにラケットを収めていいのかって分かんない方が結構いらっしゃるんですよ。なんでこうやって引くのか、こうやって引くのか、それとも こうやって引くのかっていうイメージを。あー肩が回るでしょ、はい、その時は上から、それともそこはあんまり意識したことない？もう私はこのパワーポジションの体勢からあまりこうや動かさずに、この肩とおへそあたりのローテーションで後ろに持っていくイメージ。じゃあこれがもうテイクバック、はい、若干ちょっと回すのはあるんですけど、うんうんうん、基本的にはあんまりこう動かさずにこのまま置く。なるほどなるほど。シンプルですね、こういうふうに。シンプル。手首は少しこうハイプスの状態があって、はい、こういう感じ。はい。で私はちょっと伏せるんですけど、うんうんうん、こう伏せた方がこう返しで遠心力使えるというか。回るところですね。はい。なるほどなるほど。男子プロは最近ですね、こういうテイクバックも増えてきて、はい、前回高橋祐介プロ来てもらった時も。まあ、こうはなってるんですけど、まあ、こういうやり方も一つはありなんじゃないかっていう話があって、はい、まあ、ダニエル太郎くんなんか完全にそうなってるし、ね、だそこは意識してないってやっぱり言うんですよ。だから皆さん多分あの小さい頃からテニスやられてるから、まあ、そこでもうこの辺の形は決まっちゃってるのかなっていう感じがするんで、はい、あんまりこうしたりとかっていう経験はないでしょうね。ないですね、はい、まあ、結構こっち側で、うん、なるほど。 Please subscribe。今上半身の話したんですけど、下半身はスクエア、それともオープンスタンス、どっちで打ちます？まあ、場合によってはの感じがすると思うんですけど、はい、なんていうの、これセミオープンでしたっけ？セミオープン、そうですね、これがセミオープンセミオープンぐらいが多いです、結構。で、ボールが来た時にはこのままこういう感じで打つことが多いですね。じゃあ相当こっちの右足の力をこうやって出す練習やってるんだ、はい、こうやってやってます。なるほど、はい、女性の皆さん、あの手だけじゃないですよ、下半身から力をもらうっていう、はい、で打ち終わった後は右足がこうやって前に行くぐらい回した方がいいってことですね、はい、なるほどなるほど。そうです、確かにここからのこう、まあ、地面反力的なものを使った方がボールがやっぱ飛びますよね、はい、なるほど。じゃあスクエアの時は、まあ、短いボールとかもあるし、はい、まあ、走らされた時は、まあ、オープンスタンスでこうやって打っていく、はいはい、うん、あとは、まあ、スイングとかもそうなんですけど、結構皆さんボールの位置にちゃんと入れてない方が多いので、はいはいはい、私はなんだろう、ここになんか目がある感じ、目がある、目があるなんて言ったらいいかな、目がある、目がある、いや小崎流でいいです、小崎流です、ここに目があるらしいです、目があります私は、はい、どういうこと、目がある、なんて言ったらいいんだろう、こうボールが来た時に結構頑張ってあっちに行かないとと思って、はい、手だけでこうやって行っちゃう人が多いと思うんですけど、そうするとまあ体を置いてきぼりじゃないですか、はいはい、なんですけど、あ、多分上半身とか手先に意識がいくとそうなっちゃうんですけど、この体の中心部分に近い
ところを近づける意識をすると結構スムーズに動けるんじゃないかなって。要するに顔で見てるとこうやってこうやって覆っていくけど体が置いてかれちゃうから、はい、ここに目があるとここから先に動き出すっていうイメージ、はいはい、新しいねこれ新しい新しいね皆さんここに目つけましょう目つけましょう, ここに目つけましょうそうするとここから動けるってことか。でその動くときにあの打ちたいコースとボールをつないでその延長線上にこのフォアだったら右腰が近づけるように。じゃあ打つコースの延長線上に右腰が入ればいいってことか。そうですね。ここからストレート打ちたいとかだとまあ、真っすぐなんで、はい、ボールの、まあ、この辺に来るように打つんですけど、まあ、クロスだとちょっと外になるのでちょっとだけ外側に。なるほど。結構細かいですね。細かいですか俺そこまで考えたことないよ。確かにボールの後ろに行けっていうのは言われてこうやってやるんだけど、うん、そここの後ろにとかってこの発想はある気がしないよねまあただ分かりやすい、非常に分かりやすい。あ、やっぱり確かに顔が覆っちゃう、まあ、視聴者の方も一般の方が多いんで、はい、どうしてもね見て近づいてってなるとこうなっちゃうから、まあ、ここに目を持っていくという新しい発見です。尾崎流面白いですね、はい、ありがとうございます。これもバックも同じ。そうですね、バックもストローク系はこの辺から動いていく、はいはい、皆さん腰から回していきましょう。腰です。ここからです。ここに目をつけます。サブスクライブ、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 サブスクライブ。飛ぶね、ボール。あ、アウトが多い。ラストいきます。なんかあの結構なんていうんですかね、自分の今みたいな考えがあって型にはめていくタイプですか。こんな感じかなっていうより、ここがしっかり入ってこうやってきてこう打つっていうのが最初は結構この感じはなんか感覚なのかなと思ったんですけど、この目の話した後からなんか結構型にはめてそれ通りに実行していくのかなっていう。あ、そうなんですかねなんか後ろから見てると結構こうきっちり入ってるから、あ、その人のなんていうんですかね、あの背景が見えるというか、教えられてきたことがあそのフォームになってるなっていう感じがするんで、僕どっちかっていうと適当なんですよこんな感じで赤なみたいな。うん、で僕ね意外とこういう風に構えたりとかしてやったことあるんですけど、うん、全然ダメだったです。こっちに意識とかこっちに意識持ってかれちゃうんで、もうねボールとかそう打点とかどこでボールを捉えるかってもうそこでしか考えたことない。あ、はい、その状況によってはこうなったりもするしこうなったりもするしこうなったりもするんで、この辺考えるともうおかしくなっちゃったんで、あ、そっか。だからなんかちょっとタイプが違うかなっていう感じがしましたね。違うかもしれない。確かにこうやってやってそれなりにピシャッとはまるとドカーンっていくけど、まあハードとかクレーとかで、ね、バウンドも違うし、はい、その状況によっては、まあ、ポジションを変えながらこうやっていくと思うんですけど、環境の変化でそういうのってやっぱり常に何ていうんですかね、あの試合会場に行くとここから動きから、はい、なるほど。そうですね、多分、まあ、やっぱりあの動きの中から自分のフォームを見つけていくってやり方も OK ですし、やっぱりテイクバックとかやはりそういうところに意識を持ってきすぎちゃうとあまり自分のフォームが作れないのかなと思いますので、ぜひ視聴者の方もやはりここに目をつけながらここから動いていくっていう、まあ、僕もちょっとやってみようかな、まあ、そういう感じであの実践で練習をしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。スターテニスアカデミー。
Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!